X264 は動画を H264 ビデオストリームへエンコードするためのプログラムである。GPL ライセンスの下でリリースされている。X264 にはコマンドラインプログラムの通称 X264CLI トライブラリーのリブックス264が含まれている。コマンドラインプログラムはコンパイルオプションによっては フメペグを利用したデコードに対応している。また、リブックス264を利用した多数のフロントエンドやプラグインなどが存在する。欠点としては、12ビットに未対応、ABC ウルトラに未対応、MPEG-4MVC に未対応、MPEG-4WVC、MPEG-4 パート29、MPEG-4ABC のサブセットに未対応なことが挙げられる。 X264 の VFW 版であったが、R581 において削除された。H264?ABC エンコーダとなっているもののフォークックは、X264 であり、VFW という古い仕様による1フレームイン、1フレームアウトという制約に合わせるためのハックがあった。VFW の後継にダーク調があるが、そちらへの対応も行われていない。 現在は外部プロジェクトとしてバグマスターが開発を継続しており、ホークックもいくつかから選べるようになっている。X264 は直接には複数コンピュータでの分散エンコードをサポートしていない。しかし、X264 をバックエンドとして使う分散エンコードソフトウェアの X264 ファーム及びその派生の1パスに、 特化した X264 ファーム SP が存在する。ライセンスは X264 と同じく GPL ライセンスであり、言語はオシメルで書かれている。ありがとうございます。